いや、もうほんと長かったな、おいどつの戦いは。マウンテンバイク3体事件っていうのは起こしたくないですね。皆さんこっちです。重賞レゴブリーダーフィーダー。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら。はい、今回はレゴミニフィギュアズ20を開けます。はい、今回はこれをトイザラスで買ってきました。まあちょっとことが、まあ、一時期収まったので外出しました。ちなみに僕は京都市内のトイザラスとヨドバシカメラに行きました。まあちょっと出遅れちゃったんですけど、ミニフィグ20を5つ買ってきました。それと、はい、レゴのオイドッツ、これも買いました。ちなみにこれはサーチして買いました。なのでもうこれはコンプリートしました。で、ヨドバシカメラでこれを買いました。はい、こちらです。アップルのマジックマウス2です。僕が使っているこのアップルのマジックマウスの初代なんですけど、まだ現状使えるんですけど、4月か8月あたりに新しいパソコンを買う予定なので、じゃあもういっそマウスも新しくしようかということでこちらも買いました。ちなみにこれは定価8000円なんですけど、ヨドバシのポイントが1000円分あったので実質7000円で買いました。めちゃくちゃお得でした。マウスはパソコン買い替えた時に一緒に開けようと思います。はい、今回の動画ではこちらのミニフィギュア20を開けます。はい、では開けます。ちなみにラインナップは全部で16種類です。パッケージ見る感じ、僕が個人的に欲しいのはこれですね。このスーパーヒーロー、これ正式な名前は戦隊ヒーローですね。いや、当たってる。僕この戦隊ヒーローがもうかっこよくて欲しいんですよね。レゴのブロックの人がいる、これ欲しいな。あとはまあそれぐらいかな。ちなみに僕はトイザラスに行って2つは適当に買って、3つはこの戦隊ヒーローっぽいものを選んできました。前のミニフィグ開けた時のマウンテンバイク3体事件っていうのは起こしたくないですね。では開けましょうと、その前にこの長きに当たったオイドッツをここで終わります。まあなんでかっていうと、サーチして買ってついにこれが出ました。この顔文字の普通バージョン。いや、もう本当に長かった。僕トイザラスでもうサーチして買えばよかったなってめちゃくちゃ後悔してます。ちなみにほぼ全部ネットで買ったんで、まあ当たらないですよね。やっぱサーチして買うべきだなと思いました。いや、もうほんと長かったな、オイドッツの戦いは。一袋に2つ入ってました。うーわ、やらかしたなこりゃ。実は2つ目も2つ入ってたりして、1個入ってたのは確実だったんで、どうだろう。はい、なんと2袋目は3つ出ました。いや、多いなこれ。まあ顔文字パーツは正直いっぱいあっても嬉しいんですけど、このプレートパーツどうしようかな。もうこのプレートパーツだけで僕のレゴの収納のケース、2つは埋まっちゃいましたね。まあとりあえずでかい作品作った時に、まあおそらく効力を発揮するであろうと僕は考えております。今開けたオイドッツの顔文字パーツは埋めたんですけど、なんと2つで買って10種類も出てました。やばいなこれ。まあ動画でも何度も言ってるんですけど、このレゴドッツマジで不均一なので、もう買う際はもう皆さんサーチして買いましょう。もうネットではもう買わないって僕この動画で誓いました。はい、ついにオイドッツコンプリートしました。いやー、もうマジで長かった。この動画でついにオイドッツとの終止符つきましたね。第2弾は全部サーチして買います。まあオイドッツとの戦いがついに終わってちょっと一安心しました。いやー、もうマジで長かった。まあオイドッツとの戦いは終わったとして、危うく今回の動画のメイン忘れそうになってました。ではまあちょっとえらい長くなっちゃったんですけど、ミニフィギュアズ20を開けます。ではまず一つ目開けます。ミニフィギュア開けたのいつぶりだろう。去年の9月ぐらいに開けたんで、ほぼ9ヶ月ぶりに開けますね。いきます、せーの、よっと。なんだ、おお、やった。これは中世の騎士が出ました。あ、やった。おー、この剣パーツかっこいい。いやー、これはすごい。はい、一つ目は中世の騎士が出ました。はい、改めて全種類はこのようになってます。そうですね、これ見た感じ欲しいのであれば、あとは8番と、まあ、この混迷の9番そして13番、これも欲しいですね。では2つ目開けます。いただきます、せーの、よっと。おー、やった。
やったやった、ブロックのミニフィグが当たった。うわ嬉しい。はい、2つ目はブロックのミニフィグが出ました。いやこれは嬉しい。では3つ目開けます。ではいきます、せーの、よっと。あー、中世の騎士がダブっちゃった。あ、でもまあ嬉しい。でも僕は別にまあこれはダブっても嬉しいですね。はい、3つ目は中世の騎士がダブりました。では4つ目開けます。もう開けるのほんとあっという間ですね。いただきます。せーの、よっと。ん？これは、おお！これは、なんだ、カンフーの人かな。あはは、あ、わざ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 。あ、これ嬉しい。4つ目は武闘家が出ました。で、さっきの中世の騎士は、あ、中世の騎士じゃなくて中世の戦士でした。で、ブロックはなんだろう。あ、レゴブロックコスプレイヤーですね。最後5つ目開けます。あー、戦隊ヒーロー出てくれ。いただきます、せーの、よっと。これは、あー、マジか。中世の戦士が3つ出ちゃいました。あー、これちょっと残念だな。あー、これあれだ、去年のあれを思い出しちゃいますね。いやー、あれは恐ろしかった。今回それっぽいもの3つ選びましたって言ってたんですけど、中世の騎士がまあそれっぽいやつでしたね。はい、5つ開けた結果はこのようになりました。中世の騎士が3つと、レゴブロックコスプレイヤーが1つと、武闘家が1つです。ではこちらを一気に組み立てます。せーので、はい、5つ一気に組み立てました。本来だったら僕ダブったのはちょっと嫌だなって言ってたんですけど、中世の騎士に関してはまあお城作った時にまあ兵隊がいっぱいいればいいかなって思ったんで、まあ僕は別に中世の騎士3体ダブり別に良かったです。僕が一番良かったのはこれですね、レゴブロックのコスプレイヤー。これは本当に嬉しい。では1体ずつ見ていきましょう。これが中世の騎士です。全体はこのようになってます。剣が長いんですよ。いつものミニフィグに持たせる剣より長いですね。この剣かっこいいな。なんかドラクエに出てきそうな、なんか剣っぽいですね。盾はこのようになってます。ちなみにこの中世の騎士の顔はどのようになってるのかというと、このようになってます。ちなみに中世の騎士はリバーシブルフェイスはありません。では次はこちらの武闘家です。全体はこのようになってます。なんか忍者ゴーに出てきそうな武闘家ですね。まあ僕忍者ゴーはちょっと知らないので、まあなんてこと言えないんですけど、このヌンチャクも結構クオリティが高いですね。2本持ちできるのかな、両手持ちもできますね。そしてこの武闘家はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。これ構えてる時の顔めちゃくちゃいいですね。はい、そして最後は僕がこの5つの中で一番お気に入りのレゴブロックのコスプレイヤーです。はい、全体はこのようになってます。いや嬉しいな。これもし僕の地元で町遊びっていうアニメのイベントあるんですけど、その時僕ここでコスプレしようかな。いやもしやるとなったらなんですけどね。ちなみにレゴブロックのコスプレイヤーはリバーシブルフェイスはありません。このブロックってパーツはまるのかな。さっきほどのオイドッツちょっとはめてみます。お、いける、すごい。じゃあ前いけるっていうことは後ろもまあそれはいけますよね。じゃあちょっと適当にちょっとパーツちょっと入れてみます。あーちょっとちょっとこの 1×1 のブロックパーツ、おー入る。いやすごい。いやこれは本当によくできてますね。かなり前のミニフィギュアズだったら多分これ赤色と青色のもありますよね。赤色と青色のも欲しいな。いやこれは嬉しい。はい、ということでミニフィギュアズ20を5つ開けました。やっぱねレゴのミニフィギュアズめちゃくちゃいいですよね。僕は個人的にこのレゴブロックのコスプレイヤーめちゃくちゃ気に入りました。ゴドッツのオイドッツの顔文字パーツをはめる分だけはめてみました。なんか面白いな。僕個人的にスーパーヒーローが欲しいので、このミニフィギュアズ20はリベンジします。でもリベンジするとなったらそうですね、7月ぐらいにはなりますね。試験が終わった帰りにトイザラスに行って、このミニフィギュア20をまあ適当に何個か買ってスーパーヒーローを当てたいと思います。以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。